どうも、岡田時計です。さあ、2023年の年上半期の終了が刻一刻と迫っております。今回は上半期に購入した時計全員紹介します。まず、ど初っ発に買ったのは、こちら、スモールワールドメネット2。我が家唯一の FM 音源です。では、鳴らします。お次へ参ります。こちら、3月に購入した QM736K スマップ曲目です。それでは、鳴らします。お次へ参ります。こちら、4月に購入した RE579B 後期型、上半期唯一の現行品です。それでは、鳴らしましょう。最後です。同じく4月に購入したハミングロード736です。古き良き曲が10曲あります。では、鳴らしますか。購入した時計は以上です。次に買いたいものについて説明しよう。次は軽めの時計を買いたいです。リズムシチズンさんならクリエイティブか DWS、 もしくは鳩時計とかサイレントステップが欲しいです。成功は軽けりゃ何でも OK ですわ。ちゃんとなれば。時には欲が出て、それ以外を買うかもしれないですが、まあ、その時はその時でよろしくお願いします。あと、5000円未満です。それでは、今回の動画は以上です。